皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は、ゲルの野望、ジオンの系譜、ジオン軍編第2部続きをプレイしていきたいと思います。モビルスーツのマイグレーションに失敗してしまったので、今敵対しているシャアのネオジオン軍、さらにはジャミトフのティタンズ軍、彼らとの間にですね、モビルスーツの性能差がかなり広がってきてしまっているという状況です。これを一気に縮めるためにですね、今ジオンとしてはモビルスーツの開発を急いでまして、性能差を一気にね埋めるための対応としてですね、ガルバルディアルファ、これの開発を急がせているという状況です。それもあと一旦でね開発完了するというところまでなんとかこぎつけました。全体的な戦略としてはですね、まず宇宙に関してはソロモン、アーバーワク、さらにサイド3本国と、重要な拠点にザビ家、一党を配置してですね、そこを防衛のラインと、絶対防衛ラインという設定にしています。衛星軌道上からは一度軍を引いています。地球の方もですね、同じような感じで防衛ラインをしっかり設定して、次期主力モビルスーツガルバルディが前線に投入できるようになるまでですね、こらえていこうというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。待ちに待ったガルバルディアルファの開発が完了しました。早速見ていきましょう。こちらがガルバルディですね。ゲルグークとギャンのいいとこ取りというモビルスーツになってるんですけども、生産に4ターンかかるっていうね、生産効率の悪さはちょっとあるんですけども、それでもモビルスーツの性能としては群を抜いているというかね、量産型にしてはすごくいい性能になってますので、これ早速生産していきたいと思います。今劣勢になっている宇宙をね中心にまずはガルバルディを生産していきます。ガルバルディですが、資金が3600、資源が5850必要ですね。まあ数としては大量生産するにはやっぱり向かない機体にはなると思うんですけども、まあそれでもこのガルバルディを前線に投入せざるを得ないという状況になってますので、ガルバルディにはエースパイロットを乗せてですね、まあ撃破されないように最新の注意を払いながら運用をしていきたいと思います。ガルバルディの生産を開始しましたが、4ターンかかるというのはね、ちょっと時間がかかりすぎるので、その間、宇宙では、まあ、ひたすらに守りに徹して、地球上では少しずつじりじりとにじり寄って、敵のね、戦力を削っていければいいのかなというふうに思っています。まずは北京に侵入しました。北京の攻略戦始めていきましょう。まあ、本当に大きな反省点としては、第1部ですね。第1部で、まあ、もうちょっと真面目にというか、しっかり研究開発を行っておけば、また違った展開もあったのかなと思うんですけど、まあ、すんなりいく攻略もね、もちろん楽しいですが、こうやって苦戦するのも、それはそれでなかなかいろいろ考える部分もあって楽しいので、まあ、皆さんね、何やってんだと思われる方も、大勢いらっしゃると思うんですけども、引き続きお付き合いをいただければ嬉しいなというふうに思ってます。では進んでいきましょう。さあ戦闘状態に突入できます。ここからはですね、まあ、しっかり散布をしながら進んでいきましょう。まあ、多少面倒くさくてもこの散布のあるなしで、やっぱり大きく変わってくる部分ありますので、ちゃんとミノフスキー粒子を巻きながら進んでいきたいと思います。でミノフスキ粒子の散布をしたね、ところにできるだけとどまりながら進んでいくというのが、まあ、ダメージ的には一番少なくて、済むのかなというところもありますので、まあ、心がけとしてね、そのあたりは意識を持って進んでいければいいかなと思います。北京は1ターンで攻略はできませんでしたが、次のターンもかけて攻略戦続けていきましょう。次はマドラスの攻略戦ですね。ここもできれば早めに取ってね、
お金と資源を回収していきたいと思います。攻略戦を開始します。敵の数は全部で、10ですかね。11かな。11ですね。では攻略進めていきます。マドラスもこのターンでの攻略はできませんでしたが、次のターンで、攻略はねできるかなと思いますので、次のターンで攻略してマドラスも勢力圏内に収めていきましょう。入ったお金は全部ガルバルディアルファード生産に使っていきましょう。報告がありました。生産性が本当に悪いですね。コストはまあ、性能に見合ったものであればいいんですけど、4ターンかかるっていうのがね、まあ、生産してから前線に到達するまでに時間がだいぶかかるので、あらかじめ計画というか、まあ、あの戦況を判断して前もって作っておかなければいけないっていうのがね、まあ、戦略ゲームならではというところではありますけども、まあ、難しいポイント。判断を誤ると必要ないところにガルバルディを置いてしまって、本当に必要なところにガルバルディが派遣できないなんていうねことにもなってしまいかねない状況なので、まあ、ちゃんとどこにどれくらいのガルバルディが必要になるかというのを頭に入れてですね、計画プランの方は作っていきたいと思います。でちょっと全然話変わるんですけど、ちょうど先ほどですね、マクドナルドの福袋が当選したというメールが来てたのに気づきました。もう福袋は今年全然当たらなくて、まあ、残念に思ってたんですけども、まあ、スターバックスとかね、いろいろあると思うんですけど、今年唯一当たったのが今のところマクドナルドですね。明日、ミスタードーナツの福袋が店頭で予約開始になるので、まあ、そこにはちょっと行ってみようかなとは思うんですけど、まあ、これは抽選じゃなくて早い者勝ち制度なんで、早い者勝ちとなるとね、まあ、ミスタードーナツなので、その朝のね、6時、7時とかから並んでっていうお客さん自体もあんまりいないと思うんですけど、まあ、僕も10時ちょっと過ぎぐらいに行って、まあ、なかったらなかったでもうしょうがないかなっていう感じですね。こういうご時世ですし。もう本当に20代前半ぐらいは、ヨドバシの福袋とかね、ミカミックスとかと並んだりしたんですけどね。もうちょっとその体力もないし、家電量販店はそもそも、まあ、今年というか、まあ、最近のトレンドで言うとね、ほとんどネット抽選っていうのがね、多くなってましたからね。では、中国、北京の攻略戦続きやっていきましょう。ここはアレックスがいて、このアレックスが硬かったですね。まあ、ただそれも攻略は完了できそうです。アレックスを叩いたので、あとはジム回答、索敵が済んでいませんが、おそらくミディアだと思います。ミディア輸送機、これを撃破すれば、この北京がジオンのものに戻ってくるという、そういう状況になりますね。ここは残りのジムの敵のヒットポイントを見る限り、味方のグフは温存したいので戻しましょう。ガトーももうちょっとエネルギー切れ起こしてんだ。このターンで始末をつけないと面倒なことにはなるので、エラーズで索敵1回できるよね。うわ、外した。索敵したあげか外したか。まあ、ザク2の J 型は死んでもいいので使っちゃいましょうか。でドムで確実に仕留めます。なかなか苦労しましたけど、戦力的に不利な中でなんとか北京の攻略が完了できそうですね。ガルバルディが前線に出せれば、ガルバルディに、まあ、それこそ3連星とかガトーとかモビルスーツの適性が高く能力も高いユニットを乗せていきたいと思います。うわ、ミデアが落とせなかったのか。また持ち越しか。これ持ち越しになると援軍が入ってくる可能性があるので、できればここで仕留めたかったですね。戦闘を中断します。続いてマドラス基地ですね。ここは先ほど撃ち漏らした敵の残存兵力、これを叩いて制圧を完了しましょう。戦闘を再開します。敵型の G3 ガンダム、これを最後叩いて
マドラスの攻略完了になります。プロトゼロが乗ってましたね。うわ、ガイアのハイゴックが無駄にやられたな。情報部よりヒターンズに対抗する組織エウーゴが結成されたと報告がありました。代表者のブレックスフォーラーは地球至上主義に対抗することでスペースノイドの高い支持を獲得しています。はい、エウーゴの結成が報告されましたね。本来エウーゴにはシャーことクワトロバジーナ、タイなんかもね参加したと思うんですけど、もうシャーは今ネオジオン立ち上げてますからね。ちなみに外交のところにはティターンズは残ってますが、エウーゴは出てきてませんね。そしてついにガルバルディが配備することができましたので、まあ宇宙の最前線ですね。ソロモンだったり、サイド1だったり、アーバワクー、そしてサイド3本国にはガルバルディ隊を配備しておきましょう。まあ最悪攻め込まれてもガルバルディで踏ん張ってもらうっていうね、そういう作戦です。オデサにもガルバルディ配備できましたので、ガイアとマッシュに乗ってもらいます。オルテガも、この持ちは乗り換えてもらいたいと思います。まあ、苦戦している状況ではありますけどね。これでなんとか戦局を打開する、まあ、要素につながってくれれば嬉しいなというふうに思ってます。北京ではハイゴック生産してますが、このハイゴックもうちょっと生産数増やしましょう。この後、東南アジアとかハワイとか、まあ、割と海沿いあるいは海の中での戦いが続くと思いますので、まあ、ガルバルディも生産するんですが、しばらくの間はハイゴック、中心的な役割を担ってもらいたいというふうに思っています。はい、では今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回以降ですね、ガルバルディを前面に押し出して、戦いの方を有利に進めることができればいいかなというふうに思っておりますので、皆様の応援引き続きよろしくお願いいたします。